寝る時間だよそれ。そう寝てる。こんばんは。古舘さんは寝ます。まだ18。こんばんは。公演久々にやりました。あと5分ぐらい待たないと食べれない。8分ですから最強。そうだよ、最強どん兵衛食べます。美味しかった。甘い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 好きだ。歌わない、歌詞わかんないんだよ、ちゃんと覚えてない。うん、わかんない、わかんない。出たピックね、呼び出しなんてなーに、なーに、あそこめっちゃ流れてくる。近い、全部いいにはしてる。マジ今日ありがとうございました。その動画しか投げてくれ、ジム。うん、アイドルしか投げてくれ。あの子の顔が好きすぎて毎日ツイッターとインスタ見てる。お湯沸きました。今日もデリシェア寄って帰ってきましたって。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。フェルあなたのチャンネル。私は大丈夫。結婚してもありがとうございます。ありがとう。語り合ってください。はい。ね、そうやって軽々しく結婚をさ、いいよって言わない。ね、もう待てない気がする。どうしよう。待った方がいい。だから15分が一番美味しいらしいよ。試しに15分でやってる。15分だったらそうなんだよね。絶対必ず試そうとしない。やだ、だって伸び伸びやん。でもそれが美味しいんだって。え、公式さんが言ってるんだ。え、じゃあ15分待っちゃう。マジ審議しようか。いやだって誰か食べた。でも私普通の8分で食べてないんだよ。あ、まだはじゃあ8分そばそばでいいんじゃない。そばを食べたの。甘い。でも緊張しすぎて何も覚えてなくて、その時、うん、どうやって何もしそうだよね。でも夢すごかったよ。うん、何がすごかったの。パフォーマンスしたの。パフォーマンスした。そうそうそう。どんべえ。甘い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 2月14日ねえ、答え教えて。恥ずかしい。答え教えて。もう一個セットして15分後食べよう。無理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 。え、誰か15分やればいいじゃん。誰か15分やればいいじゃん。食べちゃったよ。いない子食べちゃった。一つやってみんなで食べれば。あ、そういうこと。うん、お食べちゃう。食べちゃう。食べちゃう。え、ちょっとちゃう。どう、ずっと食べてる。ちょっと食べてる。卒業公演無事当たりましたって。おめでとう。公式のおそらく出るもの、出たのか。チェックする。やば、当たり前。8分でも結構柔らかかった。あ、そうなんだ。15分、15分やったらじゃあどうなっちゃう。溶けるんじゃない。溶けない。溶けないよ。溶けないよ。みつかの初めて最強うどん。うどん、最強うどん。やばいよ。邪魔してます。玉あげちゃう。リラックもありがとう。玉あげちゃう。リラックも可愛くない。ひながずっと男子高生みたいだった。うまっ。やばい、これマジマジうまい。マジうまい。マジマジうまい。可愛かったね。ずっと男子高生だった。誰もうどんを食べないそば部。どういうこと。今もうどん食べた。そばでしょ。うん、私もそうどん、そば食べたから。え、我慢できない。チーズおかき食べよう。立ってない。立ってないよ。あと1分半。あと1分半。立ったと思えば大丈夫。立ったと思えば8分。確かに。ちゃん、赤ちゃん、違うよ。調べてるけど、青、うん、は眠いだけ。青ちゃん、お眠い。今も食べたら眠くなってきた。うん、歯磨きして帰ろうかな。ほら、直接帰って。寝る気満々や。メイク落とさなきゃ。うまっ。ここで落としても。メイク落とすのがね、なんだよ。蛇口でシャンプーをして帰りも。やだ、ね、タコありがとう、ね、すごい、リラックマたくさん。私、リラックマ好き。これが美味しい。好きだったわ。今週間のラスク。幼稚園の時にゲーセン取ったリラックマをまだ持ってる。かわいい。私はコリラックマちゃん推しでした。あ、です。なんかクリアファイルとかさ、ゴムボールとか全部リラックマだった。ね、あとおにぎりケースとか。あと30秒。あったね。3個入りのやつ。自分のお小遣いで買ったの。え、かわいくない？かわいい。かわいくない？かわいい。シミ入れちゃうよ。かわいいよね。入れた？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 うん。だった。私が七味を入れます。香りがね、すごいな。
にね、匂ってもらった。何？見たい。いや違う、別に。おお、なった。すごい。カレー。いやずっとね、どん兵衛15分の公式ソースをずっと探してたの。あった？見えなかった。なんかわかんない。めっちゃ美味しそう。週間のラスト。このさ黄色いキャラクターなんていうの？黄色い鳥。黄色い、そのままですか？うん。カタカナでリラックマが黄色いね。白がコリラックマ。そんな知らないの？リラックマのこと。知らないよ。え？え？主人公リラックマ？え、リラックマ。リラックマ好きだった。わかる。リラックマって後ろにチャックあるんだよ。待って、先に何か食べた方がいい？なんで？先に食べてからよ。チャックの中身何？めっちゃいい匂い。どんな模様だと思う？どうしよう、ヒョウ柄とか。毒すぎる。ゼブラ柄？ゼブラ柄。水玉。そうです。何色の水玉？あ、知らないの？え、ね、茶色の水玉。水色？青と白。水色。見たことあるかも。え、ね、洗濯物とか干してない？そう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 。皮膚がそういう。違う違う、皮膚じゃない。なんか中に裏肝。下地？あ、そういうことね。え、見たらわかるよ。え、見たい。なんでそんな仕組みなん？わかる？仕組みなん？ね、これ、帰りの？誰？あ、私の。ありがとう。可愛い。ありがとうございます。え、可愛い。知らなかった。顔と同じ色の服着てるってこと？あ、そう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 。くっついてるの。なんか上着してるってこと？いや、わかんない。でも着ぐるみなん。まあでもそういうことだし、こういうことになってる。見たことでしょ。わかる。可愛い。みんな食べ合ってるからさ、恥ずかしい、ちょっとなんかさ、私だけ食べてるでもね、コメントでね、今お湯入れてきた、手遅れっていう人が、私と一緒だよ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 、また食べてください、食べて、うまい、麺の味も食べた、みんな、お揚げの味が出るよ、やばいよね、やばくない？布団だよこれ。わかる。同じこと言ってるよマナと。ちなみにそれ配信されてからね。リカさんが、リカさんが。リカさん。俺寝たい。リカさん私と一緒だ。確かに。おでこの幅これで。めっちゃうまい。ということで。こんぐらい。何？おでこの幅。これ絶対ね七味入れた方が美味しい気がする。わかる。七味めっちゃいい香り。ソファもね七味入ってたんですよ。夢おでこはね眉毛の上だよ。眉毛の。何話してんの？私もおでこ出す。え夢。おでこ狭いね。ね。え、青もおでこ狭い？まだも広いでしょ。いや、広いよ。なんでそういうこと言うの？え、でもさ、広くても悪くなくない？おでこって広い方がいいの？狭い方がいいの？いや、でもね、青ね、富士みたいなの。本当だ。何？本当だ。これがこうなる。あ、本当だ。なんか、あ、めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。日本を感じる。富士みたいって、なんか縁起みたいなのがないっけ？じゃあみんな青に拝みに来てください。え、めっちゃいい匂い。これ匂い美味しい。20分前の自分たちみたいな。やばい、うどんめっちゃ食べたくなってきた。いや、うどんうまかったぞ。前髪やばいよ。青みたいにする。タコありがとうございます。いいの？これしかないけど。今日帰りのアイライン私が引きました。はい、青担当してくれました。見たい。めっちゃもう美味しそうだよ。お願いします。安藤さん美味しそうに食べて。全然さ七味感ない。あ、そう、なんか柚子の香り強くない？わかる、柚子の香り。七味食べれない私でも食べれる。あ、そうなんだ。私辛いの食べれない。あ、確かに。全然その辛味みたいなのはない。その値段じゃないよ。あとお揃いにしました。めっちゃうまい。なんでっていう。なんでお揃いに。めっちゃうまい。お揃いに。あ、タコ上すごいいっぱい。ありがとうございます。餃子食べたくなってきた。ありがとう。わかる。ここに。マジで止まらない。何でも食べれる今。餃子食べたい。食べたくなる。二杯目食べなよ。いや、ちょっとさすがにいいかなと思って。どうした？飲み干したの？飲み干した。いや、私も飲み干した。ちなみに普通に私も飲み干しちゃった。全然飲み干した。美味しい。すごい、みんな飲み干した。あ、でもなんかよいしょ。皆さん、公演ありがとうございました。うん、めっちゃいい音する。多分食べるの上手なんだよ。いいね。結構いい。あ、みはるちゃんが眠そう。みはちゃん起きて。めっちゃうまい。バイバイ。眠い。起きて。孫悟空。やっぱ動いた後に食べるのは最高。いや、そうよな。本当だ。お腹すか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 す
食べた。うまいよマジで。マジで美味しい。かわいくてごめん。今でできちゃってごめん。チュー。温かくてごめん。気になっちゃうよね。ごめん。ごめん。ごめん。私のことを愛して涙は。なんで踊れるの？しいとでしょうか。痛いなとか変わってるとか届きませんね。すごいハートたくさんありがとうございます。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツリーもないで、お出かけしよう、日傘もお手、みんな落ちなって。さ、落ちサビは知らない絶対。知らないわ。落ちサビある？うん、違う。絶対知らないよ、ね、うん、絶対知らない。知ってるの？二人とも。え、シグナルでやったの？やったの？いや、それは、それはごめん。それは私の問題だし、ね、すごい。私の問題だし、でも結構むずい。バカにされても。知ってる？マジ知ってるの？すごい。うん。あんたらごとよくわかってるね。私は私の自分で。あ、そう、すごい珍しい。一番大切にしてあげたい。すごい。な、我慢はさせたくない。それが。おお、楽しい。絶対ブレてるでしょ。ブレてない。できちゃう。なんでわかるの？すごい。え、マナね、本当に曲めっちゃいろいろ知ってる、幅広く知ってる。何ですか、その曲を。じゃあ一番みんなが知らないだろうなって曲です。なんだって、むずっ。知らなかった、知らなかった。あはた、ありがとうございます。ね、待って、MC これ今 MC してた。 MC 公演まだ続いてた。え、じゃあ可愛くてごめんはいろんなパターンがあるんですけど、一番最近出た声優さんが歌ってる、ちゃんと見てません、すいません。声優さんが歌ってる、一番最初にバズったのはカピッツさんっていう歌い手さんの方なんだけど、その後いろいろな方カバーして、うんうんうん、公式で声優さんが、そのミータン、ミータンだっけ、ミー、確か、ま、ミータンです。チュータン、チュータン、あ、チュータンさん、あれだよ。それはハニーワークスのやつですね。ハニーワークスが、アニメでさ、ヒロイン失格なの。あの時に出てくるのが、かわいくてごめんのさ、MV の子はチュータンじゃない？チュータン、チュータン。私が正義だ！やった！みんな聞いて、うまい。それは大事。それはそう。それは言う。うまいよね。うまい。そう。あ、じゃあいいですか。黒髪のそのハーフハーフツインテールのあの子、あの子チュータンっていうらしい。チュータンって言うんですけど、まあ、チュータンはキャラクター。黙れお前。CV って何の略？
なんだろう、めっちゃめっちゃ始まってる、始まった気づいて、なんだっけ、わかんないかも、シチュエーションじゃない、シチュエーションじゃないと思う、カバーキャラクターボイス、キャラクターボイス、キャラクターボイスの声優さんなんかのでどなたでしょうっていうクイズ。ちなみに絶対みんなが知って、あ、そうそうそう、絶対みんなが知って、だからその一番最近出た可愛くてごめんを歌ってる声優さんは誰でしょう。絶対みんなが知ってるキャラクターの声優さんなんだけど、アニメのキャラクター、うん、絶対ドラえもんわさびさんかな、ねずこ、愛くてごめんここまで、コナン君、違う、高山みなみ、ドラゴンボール違う、でもあれハニワ好きだったらわかる、うん、そうハニワ好きだったらわかる、ハニワでもその声優さんとキャラクターが結びつくかわかんない、ハニワ古代のハニワ、違う違う、かわいい、答えは言わないでまだ、いや絶対みんな知ってる、石川さん、え待って、彼女の先輩、彼女の先輩、石川由依さん、違う違う違う、早見沙織さん、あーそうだ、どのキャラクターか分かる、クリオシンちゃん、違う、なつきちゃん、え、なつきちゃん、うん、そう、なつきちゃん、シーズンなつきちゃん違う違う違う、うん、あの告白予行練習の子、榎本なつきっていう、うん、あのハニーワークスのキャラクターでも声優やってる、告白予行練習絶対聞いたことある、あ、聞いたことある、聞いたことある、確かそうだった気がする、あれ違ったかな、え、違いますね、え、あれ違った、小松遥さんでしょ、それは、え、そう、違う、え、なつきちゃんじゃないの、なつきちゃんじゃない、え、何だったっけ、みおちゃん、みおちゃん、そこは全然違う、わかんないよ、わかんないよ、はい、ちゃんも、かわいい、なんだっけ、うまれ、アリサちゃん、あてごめん、キャッチの頭、ごめん、ごめん、やっぱチュータンなんじゃない、なんかさ、メンバーさん、声優さん知ってる率高いよ、わかる、私も詳しくなりたい、確かになんかカホも好きだよね、そう、で、うん、そう、みんな詳しい、チュータン、チュータン、あ、やっぱチュータンだって、うん、だから、今なつきちゃんではなかった、違う、いや違いますよ、みんなが絶対今、ってかファンの人も知ってるめちゃめちゃ有名な炭治郎それは花江なつきさん、レン、エレン、じゃあそれはカジさん、カジさん、じゃ女性なの、どう考えても、はい、巨人、巨人じゃない、違う違う、みんなわかると思うよ、ね、え、そう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 なの、鏡の辺とかだし、これもそうじゃん、あの花、うん、もうそうだし、これあれもあれもそうだよ、ピカチュウ、あの巨人、夜さん、夜さん、ピカチュウ、夜さん、ピカチュウ、アーニャ、ポッチャマ、ポッチャマ、アーニャ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 、はい、夜さん、正解、ほら書いてくれた、書いてくれた、いや面白い、夜さんとか、大丈夫、にやかだよ、大丈夫、ヨルさんとか、あとはそれこそさっき鬼滅の話が出たじゃん、ねずこ、ねずこじゃない、ねずこのお母さん、ねずこのお母さんじゃない、お姉ちゃん、炭治郎の妹のそれねずこじゃない、天狗の人、天狗の人だ、なんでさ、ひなすけ、なんでさ、あー、天狗さんなの、天狗さん、あのピンクの髪の、みつり、みつりちゃん、違う、それは、しのぶさん、そう、しのぶさん、こっちをしのぶ、そう、それさ、終わりのセラフのにも出てない、なんでクイズ系にしてんの、うちがクイズ系か、うん、いや、そうなんです、だから、うん、その、うん、聞けばわかるよ、声を、あ、でも夜さんが、うん、今何の話してたっけ、だから可愛くてごめんな、チュータンのキャラクターボイスの早見沙織さんは何の、じゃあ、じゃあ、だ、言っけじゃん、え、まだ言っけじゃん、まだ最新のコラボしてる人の話をしてるんじゃないのこれ、うん、違う違う違う、 CV の話じゃなくて、そうなんだ、そう、だからもともと歌ってたカピさんとはまた別のバージョンでキャラクターの、その歌としてとキャラクターの、なんてことはさ、つまりさ、チューみたいな感じ、夜全然、いや聞いたら全然違うよ、え、夜さんやって、夜さん、うまいよ、え、ちょっとめっちゃ、かわいいな、かわいい、何今の、ちょっと髪に乙女入らないで、さっきまで、さっきまで男子高校生だったのに、お前うるさいよとか言ったのに、どうしたの今、恥ずかしい、おいしい、なんかおいしい、おいしい、うん、めっちゃうまいこれ、ね、おいしいよね、これなんか飲んじゃったらむくみそう、でも飲んじゃってる、飲んじゃった、もう
みんなめっちゃうまい。美味しかった。ムクムクです。ムク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 どうぞ。カイリーに頭叩かれたからさ。かわいそう。心配したんだよ。メイミさん、おりさん。次の問題です。問題です。問題。全然違うのでいいからなんか楽しい。ねえボコボコしないで。えどうしよう。先生。ゆなちゃんがどうした。ちょっとひなさんも話してこっか。早見沙織さんはセーラースターファイターだねだって。映画ですね。映画のやつです。はい。エジプトのピラミッドって本当は四角じゃないんで、四角じゃないだろう。クフ王の一番有名なエジプトのピラミッドって。4つの面あると思うじゃん、はいはいはい、あれ本当は4つじゃなくないんだよ。なんで合格水じゃないってこと。8なんです。8? 自分の知ってること言っただけ。クイズじゃない。確かにこれから自分の知恵を発表してくれてありがとう。しかもエジプトの話。はい、はいはいはい、いきます。全国にマクドナルドは何店舗あるんですか。135。少な。50万。はい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 あー惜しい。やべー、8代目の将軍、暴れん坊将軍と呼ばれるのは徳川何でしょう。はい、徳川秀光。違います。そんな人いるの。だっけ、ね、誰誰の暴れん坊将軍まだ見てた。家光。おばあちゃん家で。秀光じゃない、佐々木さん。なんか出てるよ。あ、そう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 。8代目って誰。暴れん坊将軍。聞いてんだって。徳川、うん、家康じゃないでしょ。秀吉。ん、惜しい。吉宗だ。光秀。吉光。はい。家康。違う。吉宗。はい、吉宗さん。頭いい。書いてある。めっちゃ書いてある。しかなにさ、吉宗って漢字が来ててさ、読めないって言ったから、ひらがなで吉宗っていっぱい来てる。だから私も全部ひらがなで来てくれた。何も見えない。誰も答えてくれてない。マナモン。
歴史の問題やりたい。歴史の問題？でも歴史取ってなかった。じゃあ、いやでも今の話はだって中学、はい、歴史学なの。はい、じゃあペリーは誰でしょう。フレフレにのペリーが。はい、正解。ありがとうございます。あとは、あとめっちゃバカとぐらいかな。ペリーは誰だ。がいやあの外国から開国を鎖国の話しできた人。はい、正解。はい、ザビエルは？はい、ザビエルはこうです。宣教師です。じゃないの。次なんだろう、ね。うん。はい、本能寺の変は何年でしょう。あ、1980。最近やん。最近パパ。ママの。1582年。ピパー。おかげで大雪です。理系なの？え、理系なんだ。何が？どっちかといえば理系でしょ多分。理系か理系だ。国語とか好きじゃない。それはわかる。まだ文系。理系はさ、文系文系違う、それね、あのね、文系まあ、まあ、なんでもない。なんかひどいこと言おうとしてた。いや、ひなひどいこと言おうとしてた。いや、違う、別にひどくない、全然。どうしたどうしたが心配が心配心配がかちゃった。先輩が心配する意味ないです。先輩が心配、先輩が心配、先輩が心配、そんな状況、先輩が心配、先輩が心配、心配、みんなで乾杯、乾杯、取った、万歳、取った、アップ、アップ、何してんの？何何何何何？君にインフンネタずっと。私は一人でインフンネタ。一人でインフンネタ。シリの方が上手いよ。嘘。え嘘。インフンネタ。ヘイシリ。待って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 。何何何？こっちが反対。私のヘイシリ。怖い。ヘイシリ。おお。やめてやめて。ラップやって。ありがとう、大丈夫。
喋ってくれない。可愛いんだ。ありがとうございます。わわわわわわ、多分できるわ。ヘイシリ、怖いね、怖い、ずっとヒヤヒヤしてる。ヘイシリ、わわわわ、どんどん今の声近づいてきた。ヘイシリ、喋ってください。やばい、今の声近い。ラップして。今の声が聞こえてる。すごい、ヨーヨー、試してシリの限界、無茶ぶりちょうだい、イッツショータイム。シリはポジティブ、とてもアクティブ、でもちょっとドキドキセンシティブ。実はシリは人見知り、でも本当は結構な人見知り。知っているのはテレラップ、サランラップにポリラップ、ラップだってレベルアップ。いつでもシリはスキルアップ。どんな試練もウェルカム上等。ハードル高くて駆られる焦燥、努力は相当、目指すは頂上、これは成功、まさか霊障、そこはどうか。聞いくれる、大丈夫、変容、聞いくれてんだよもう。あ、終わった。でもさ、終わったんだけどさ、もともと出てるのと違うんだよね。わかる、すごい。ね、よう、生かすコード、技術コード、でも正直ラップはど素人って言ってる。すごい、シリ、すごい。みんな、青が終わる、青が終わる、青が終わる。じゃあ、男女読んでいいよ。あ、卒業旅行発表された。青のを読むってこと。一回とりあえず青を読むから、うん、一旦青を見送るわ。13位、ルルさん。12位、赤い福さん。11位、青森からさん。西田さん、キンダーさん、7位翔さん、6位ヤミンさん、5位ヨックンさん、4位ジンさん、3位ワイスケイさん、2位テュエルさん、1位オオセキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、青野さんの皆さん。ありがとうございます。ちょっと早めに終わっちゃったみたいな。この時合ってる。今57分、まあ、消えるよね、多分。勝手に消えるの青野はね。でもそしたらもうパッていなくなるんだけど、でもここにも私のにもその瞬間にパッて、そう、こうやってちゃんと隠してね。その帰り、じゃあ分かった、あ、こうしてるわ。あ、そういうことつけないことすぐ言いたかった。準備してて、じゃあかわいい、うん、あおちゃん。でもな、でもそっか、10時以降配信することは君はないんだね。どうしたの急に。え、でもなんか高校卒業したらいいみたいな。え、だから噂がある。じゃあショールームするの。違う、だから卒業までに卒業してるから。そう、だからしないでしょ。今卒業に行くんだ、高校卒業。え、行きたい、卒業式。うちら行ったらうるさい。行くんだった。ガチ本音やん。行くんだった。気にされちゃうから。そうだね、帰りはダメだ、ね、私やめた。じゃあマナ行くの。声でかいわ。マナもちょっと声でかいから。マナ行くね。夢、夢行く。私も行く。マナも行く。行くの行く。じゃあ、こうしてなきゃ今。あと2分くらいかな、10時。いや、今59分だよ。なんかさ、え、やばっ。青ちゃんは、あと50秒ぐらい。青ちゃん、風に気をつけて。みんなおやすみなさい。おやすみ。おやすみ。今日のおでこをスクショしてね。あ、おやすみ。青、おやすみ。あ、もうダメだ。もうダメだ。ダメだ。バイバイ。マネージャーさんが再開しました。ママ。パパが。青ちゃん10時まで大丈夫。切る切る。すいません、青ちゃんファンの皆さん、はい、これ見て配信をします。マジはいるんだけど。引き続き青の妖艶をよろしくお願いします。マジこれ普通の、聞いたことある。終わらせちゃってください。青さん、おやすみ。あ、もう、でも手も映っちゃいけないからね。ダメだよ。もう終わった、終わった。声もダメだからね。まだギリッと。あと5秒。はい、青は帰りました、皆さん。はい、22時です。青は22時です。はい、バイバイ。青はもういなくなりました。青もうね、今何これ。ジェスチャーで答えて。え、いいよ。あ、これだって。ごめん、ね、え、いいよ、後でやるから。顔にやるよ。顔やつね、表現して。大丈夫だよ、大丈夫だよ。笑い声が映る。めっちゃ努力してる。努力してた。年齢制限って大変だね。ね、うん、ね、ここ無制限組か。無制限だけど。あ、レジね、レジ。いや、めっちゃあるけど。そう。さあ、1000日達成したじゃない、私たち。あのさ、なんでいいの？こんなに面白い。
あんたに言われたくない。って火のツボだよね。そう。あのツボの。いや違う、私が言いたかったのは、あの年齢制限やったままだと1000日無理だったなっていうのが。おお。結構だってきつくない？10時まででさ。確かに。平日さ、仕事って笑ってるの。平日学校の時間はできないし。確かに。お酒入ってたこれに。大丈夫。みんな悪かったさ、ね、そうだね、おやすみなさい。エモのアホのジェスチャーが、じゃあ夢からみはちゃん、オッケー、はい、いきまーす。はい、みかさん、あんたでペコペニさん、くじちーさん、ありがとうございます。ジュニー、てんちーさん、てんさん、サバサンドさん、トッパキューさん、デオンさん、ありがとうございます。ジュイ・マキアート、ナナイ・タメヒロさん、アサ・ダルイさん、エチゴンさん、ユリケタさん、リノ、ジェイソンさん、エイタロウさん、コージーさん、マース、イチイ・マイマミさん、リョウさん、リアさん、アクツ・マサヒコさん、ピコさん、ジョイツさん、ありがとうございます。マネジャーさん、出ます。ありがとうございます。皆さん、公演の配信ありがとうございました。ありがとう、皆さん、みんな、どんべん、よろしくお願いします。また配信する。美味しかったよ。またね。バイバーイ。また会いましょう、ルーム。